大阪市地信用金庫は、大阪府大阪市中央区に本店を置く大手、信用金庫である。2013年11月5日に、大阪市信用金庫を、存続金庫として、大阪東信用金庫及び大福信用金庫の3金庫が対等合併して発足した。なお、当初は、大阪市信金、大阪東信金の2金庫が合併する予定だったが、 2012年12月に大福新金が合併に合流する形となった。初代理事長には大阪市新金の河村が、会長には大阪東新金の梶田が就任。合併当時、新金業界では大阪府内1位、全国9位の預金量2兆2440億円、職員数2195人、大阪府内100位店舗を有していた。 2021年3月31日現在、預金量2兆6238億円、貸出金量1兆4349億円を有し、大阪府内に本店を置く、信用金庫としては、大阪信用金庫に次ぐ規模である。なお、イメージキャラクターには、大阪市新金時代から引き続き三倉真奈、かなの姉妹を起用している。 社会人軟式野球の競合チームもある。2017年、大阪湾の埋め立て地、舞島にある、私有野球場、舞島ベースボールスタジアムの命名権を取得した。球場は6月15日から、大阪式信用金庫スタジアムという故障になっている。この球場は、高校野球の大阪府大会をはじめ大学野球や、社会人野球でも使われる、関西を代表する、 アマチュア野球の聖地で、大阪市金庫が30年以上連続で、特別協賛する、大阪市信用金庫杯大阪府春季、少年難式野球大会も開かれている。なお、球場建設の際、費用の一部を大阪市信金が寄付している。ありがとうございます。